この中国の最初の王朝を華州という名前で呼ばれております。この夏祥州の王朝のさまざまな記録を見ますとその王朝国家の形成のプロセスが読み取ることができます。その最も初期の段階は能力の高い人人望の厚い人が選ばれて王になるとされている段階があります。その次の次ステップが、 社会の中の特定の氏族集団が王の位を独占するということでありますね。これが王朝の成立と考えられます。ただ、その王朝は兄弟姉妹というまあ、男女を含めて、一つの世代の間で王の位が継承され、世代が割りがしたらまた次の兄弟姉妹が王の位を継承していくという形をとっております。 その過程を経て最終的に到達するものが特定の氏族の中の特定の親子関係の人々が王の位を独占するというこれが中国の初期の男系で,ううで父の王が亡くなるとその嫡男あるいは着男にずんじる男の子弟が新しい王につくというふうなんですそういうような仕組みがこの 今から4000年前の比較的短い時間において成立したというふうに考えられます。